今度はベメタス2ポイントリングに当たって小まめに下げた拾い直してこれはメインセアグレッシブなプレーとそしてこのベテランらしいゲームメイクが特徴です。1段リーグから行くがここはメインセーナイスカットだ。マークバートフローターを狙いましたがブロック入ったか。エリアのおブロックです。メインセのブロック。エリアのボールパスから高木レイアップが落ちるがノエリアブロックだ。メインセ今日5つ目。アンドレイです。中クロフォードブロック入りました。メインセのブロックです。予感さえさせないプレーを見せよ。選ばれたリアザファンイナミリオン。世に二つとないファイトを余すことなくコートバナナコート。あらかじめ決められたストーリー興味ないただ今をどう追うタイ切り込む共に戦う仲間とグラインド落ちたいダークサイドインサイアウト。さあ神里のディフェンスをかいくぐっていく。どうかな神里レモンから可能にボールを出してタンドです。中に侵入、タンの相手、フェイクを入れながら、ゴール継続ですが、カンと塩がリング下まで行きます。カンが自ら行くのか、ダブルチームで守る仙台、神里が奪いました。メインセイ弾き返しました。ただスリーポイントはブロックが動かして5秒切る。吉岡の仕掛け、吉岡のシュートブロックがあった。ゼロメインセイのスクリーンが来る。どうだ、ちょっと短い。ウォッシュバーンが広くてしかしこれをカット。攻撃のパターンを変えてくるこの辺り試合巧者の仙台です。そしてアレックスが来るブロックショット。しかしもう一度自らセルフリバウンド。ここから戻してアレックスマーフィー。アレックスマーフィー入ってくるダンクを狙うがブロックショット。守って上がる。長谷川独特のリズム。レイアップシュートは落ちる。さあ今度は仙台カウンターだ。マーフィーの左に走るがウォッシュバーンを選択。ハンズオフで長谷川橋本がいる。橋本のショットホッグラブロックした。メインセこれは素晴らしいプレー。新時代